早朝、日本時間、二閉会式が行われ、パリ五輪が終了した。終わってみれば、その多くが深夜帯の放送、配信ながら、日本人選手が活躍した競技を中心にネット上の盛り上がりは上々。開始前から良くも悪くも話題満載だった東京五輪までの熱気こそないものの、国民的な話題としてはいまだトップクラスであることを証明した。写真 決勝が地上波で放送されなかったレスリング金メダル藤波朱理選手。これから民放各局が順にアスリートを招いての総集編特番を放送していくが、パリ五輪のテレビ放送にはどんな傾向や視聴者の反応があったのか。テレビ解説者の木村隆が総括しながら、今後の五輪放送を占っていく。各局キャスターの明暗が分かれるこのところ五輪が開催されるたびに、 出演者と放送競技の選択に関わる声がネット上に飛び交っていたが、今大会はそれが顕著だった。まず出演者の選択は、各局の顔に指名したメインキャスター、スペシャルキャスターに対する賛否だが、明暗がはっきり分かれたと言っていいのではないか。最も評判が良かったのはフジテレビのスペシャルキャスター、石川霞。 一歩引いた立ち位置からアスリートや競技の魅力を自分なりの言葉で伝えようとする誠実な姿勢が支持を集めた。五輪放送の常連となる TBS の総合司会、安住紳一郎、スペシャルキャスター高橋直子は通常運転。あえて、見どころプレゼンター伊沢拓司を立てて独自色を出そうとしたところは民放らしい打足の感もあったが、それ以外は概ね支持されていた。 意外なところで沸かせたのがテレビ東京のメインキャスター水谷純。中継で穏やかなコメントをしつつ SNS では辛口を含めた本音を発信して話題を振りまいていた多少の視聴率獲得に貢献していただろうことから今後は現地のキャスターやリポーターに求められていくかもしれない逆に最も厳しい声が目立ったのが日本テレビのスペシャルサポーター上田信也 深夜に絶叫や変顔を見せるなど、曲穴を巻き込む形でのバカ騒ぎに、主役は選手なのにうるさい、バラエティーを持ち込むななどの声が上がり、明らかに時代錯誤なノリだった。他局が芸能人の起用を控える中、芸人を前面に押し出した制作サイドの判断ミスだろう。芸能人の起用に関しては、テレビ朝日バスケ SP ブースター。 に起用した広瀬すずの控えめな露出くらいが現在の適量なのかもしれない。さらに、これまで常連だったテレビ朝日のメインキャスター、松岡修造も厳しい声を浴びた一人。過剰な熱さや入れ込みすぎた取材姿勢は、こちらも全時代的なスタンスであり、さすがに4年後は変えざるを得ないのではないか。いずれにしても視聴者が、競技や選手の姿だけを見られればいい。 ルールや見どころの説明ならともかく、応援や祝福、落胆などのシーンは最小限でいいという本質的なスタンスになった感がうかがえる。その証拠に今回から、ほぼ全競技無料配信、になった TVer の一部競技で、実況がなかったから見やすかったというユーザーも少なくなかった。だからこそ、今後のテレビ放送は配信にはない付加価値をどのように提供していくのか。 その点でキャスターやゲストの人選が大きいのは間違いない。放送でもティーバーへの誘導をすべき。次に放送競技の選択は、パリ五輪のテレビ放送における最大のトピックスだろう。金20、銀12、銅13ものメダルを獲得したが、メダルマッチが放送されないというケースが相次ぎ、批判の声が飛び交う事態となってしまった。 中でも金メダルを獲得した競技の放送に対する風当たりは強烈そのもの。例えば、ぶっちぎりの金メダル候補だったレスリング女子53キロ級藤波明理選手の決勝が地上波で放送されないなど、選手、視聴者ともに不満が残る事態を招いた。ただ、あらかじめ放送スケジュールを発表し、各方面と連絡を取りながら準備をしているだけに、 NHK も民放各局も急に対応を変えるのは難しい。本当にそっちの方が視聴率を取れるのかという問題に加えて実況や解説がない国際映像を放送すべきではないというハードルなどもあり、BS やサブチャンネルのフル活用も現実的ではないだろう。しかし、TVer では配信されているのだから、ほぼ全競技無料配信であることをしっかり伝え。 きっちり誘導していればこればこほどの不満は上がらなかったのではないか不満の声を上げているのはネット環境がないという人だけではなく地上波でやると思っていたから見逃してしまったという声も参見されただけに配信の PR 不足は問題の一つだった地上波を見てもらって視聴率を上げたいという気持ちはわかるがもはやそれでごまかしきれる時代ではなく 意識の変化が求められている民放ならスポンサーの理解がついて回るが、例えば放送も配信も同時に見てもらうという前提での営業などでクリアできないものか、その日の放送を担う局だけでなく全局が視聴者ファーストのフェアなスタンスを共有し、見逃さないように誘導できれば、テレビ業界の株は上がるだろう。もともと各競技の人気や有力選手の人数だけではなく、 テレビ局による放送競技の選択によって、メダル至上主義の流れ、や、競技間でのメダルの格差を作っている感は否めない。だからこそ、せめてメダル獲得のシーンは放送にしろ配信にしろ、ライブで見てもらうための配慮があってしかるべきだろう。国外開催の五輪では過去最多となる男子218人、女子192人の計410人が出場した以上。 その全てを放送でカバーするのは不可能。しかし、配信では大半をカバーできていたのだから、せめてメダルマッチの時くらいは放送内でそれを案内するなどの五輪特別対応が求められている。次回開催のロサンゼルスは時差がマイナス16時間でパリのマイナス7時間より大きく、リアルタイム視聴の壁はさらに高くなるだろう。配信視聴のニーズがより増すことは間違いなく、 思い切った対策が必要になるのではないか。4年に一度、再評価される機会に最後にもう一つ触れておきたいのが、報道・情報番組での扱い方。特に午前と午後のワイドショーはこれまでの五輪とほぼ変わらず、自国開催の東京五輪を経たことによる変化を感じさせなかった。各局横並びの構成であり、どのチャンネルをつけてもほぼ同じ。 使用制限いっぱいまで競技映像を使い、OB、OG を招いて解説してもらい、レギュラーコメンテーターたちが語り、最後に今夜の見どころを紹介。各競技を横断的に扱うため起伏や深さはなく、独自色は薄い。もはや民放各局が、パリ五輪デイリーハイライトを放送しているように見えてしまうからなのか、もっと扱うべきニュースがあるという批判の声が散見された。 実際、株価や地震などのニュースもあり、各番組の対応に差が現れていたが、目先の数字だけを追うのではなく、長期の信頼を得るための工夫がもっとあってもいいのではないか。また、相変わらず批判的な声が多かったのはコメンテーターたちの存在。専門外でスポーツに興味があるのかすらわからないコメンテーターたちに話を振り、真のないコメントにとどまってしまう。 視聴者にとって得るものが少なく、番組の都合を押し付けられるような構成が続いた。コメンテーターは各界の専門家だからこそスポーツは、あまり興味がない、見ていないというスタンスの人もいた方が自然であり、よほどファンの多いコメンテーターでない限り五輪期間は休んでもらってもいいのかもしれない。またも普段通りの放送を貫いたラビット、TBS が称賛されたが、 この点でも、現在の視聴者をごまかしきれる時代ではない、ように見えた。今や五輪のテレビ放送は、高額な放送権料を支払い、多くのスタッフを派遣しているため、その回収に追われるという感が強く、民放各局のテレビマンは必ずしも五輪を歓迎しているわけではないだろう。視聴率獲得という点でのリターンは十分とは言えないこともあって、 視聴者ファーストの放送に振り切れないムードが感じられる。しかし、これだけ多くの人々がリアルタイムで共有できるコンテンツは他にないだけに、放送と配信をどのように使い分けて視聴者に漏れなく届けていくのか。そして視聴者に、やれることは誠実にやる、できないことは正直に伝える、という誠実な姿勢を感じさせられるか。それが実現できれば、 五輪は4年に一度テレビが再評価される貴重な機会になるかもしれない木村隆。木村隆コラムニスト、芸能、テレビドラマ解説者、タレントインタビュアー。雑誌や Web につき30本のコラムを提供するほか、週刊フジテレビ批評などの批評番組にも出演。取材歴2000人超のタレント専門インタビュアーでもある。著書にトップインタビュアーの聞き技、 84など。